こんにちは、ノークさん。おはようございます。前回人間ピラミッドの件についてね、ノークさんなりのお答えをいただきました。やっぱりね、確かに人間がこういうふうにね積み重ねることによって、結構上の方から落下しても危険ですし、下の人はね支えるのがものすごく負担で肩とか痛めてしまうんじゃないかなと思うんですよね。それはね、確かにその通りだなというところがあります。しかしね、人っていうのは受け止め方本当に様々だなと思うんですよね。私の例っていうわけでもないんですけども、結構私は体がもともと大きかったんで、今はねそうやって振り返ってみると、結構人が嫌がるポジションにばっかりついてたような気がするんですよ。例えば人間ピラミッドなんて当たり前ですけども、私は一番下の、ど真ん中以外の選択肢はなかったわけなんですよね。で、人にこう踏まれて上がっていくっていうところで、こんなもんだろうなと思ってましたし、騎馬戦でもね、こう下に3人組んで1人上に上がるじゃないですか。私はこうやって先頭にいる係だったんですよ。で、綱引きでも結局一番負担の大きいですね、一番後ろの係で胴にお腹に巻いてこうやってねやる係なんですよ。だからね、考えてみたらね、全部なんか体力的に不利なところばっかり回されてたんですけども、私としてはね、なんか全然それが嫌だなとか負担だなっていうことよりも、なんていうんですかね、一番やばいところとかに回されるのがもうどこに行っても当たり前なんで、むしろねそれ以外のポジションはないなと思ってたんですよね。ですんで、人間ピラミッドとか機械体操とかあるじゃないですか。私は下の方、人間ピラミッドに関わらずいつも運動会では下のところなんですよ。でも逆にですね、俺に任しとけ、俺の肩乗れみたいな感じだったですね。で、絶対潰れてたまるかみたいな感じだったですし、そう考えていくと安全に対する考え方ってのは私なんてのは完全抜けてたなと思いますよね。なんであんなことやってたんでしょうね。なんかやっぱり軍隊教育の名残ですかね。それともやっぱりああいうふうなこう体操することによって、下の負担が大きいところのポジションについているお子さんのね保護者さんっていうのは、運動会でこう見に来た時に、うちの息子も結構力強いところやるようになったなみたいな感じで、ちょっと誇らしく考えるのか、それとも上の方にね立つ人っていうのはこうやるわけじゃないですか。ああいうのはなんかこう目立つところに行ってよかったなみたいなところとか、いろいろそれぞれになんかここでよかったなって思える部分があったのかなっていう気がするんですよね。で、逆に言うと、今逆に捉えるとね、捉え方逆にすると、下の方にいるお子さんの親御さんっていうのは、なんでうちの息子はあんな足毛にされてるところなんだみたいなところにもなるかもしれませんし、上に上がったら上がったで、なんであんな危ないところに行かされるんだみたいな感じでね、腫れ物に触るような部分もあるのかなと思いますよね。本当にね、人っていうのはそれぞれの立場によって見るところとか感じることとか考えることとか言うことって違うんで、でもどれもがね、どれもが正義っていうかね、どれもが正解なんですよね、きっとね。だからそこにこうでなければならないっていうのを入れた瞬間に、なんかいろいろおかしくなってくるのかなと思っちゃうんですよね。で、私あとですね、根性論ですか、根性論っていうこともあったんですけど、これもちょっと捉え方で、昔ながらの根性論って結構ね、なんていうかな、今の暮らしに合わないっていうかね、今は精神論根性論よりもテクニカル的な効率とか生産性ってもので、なるべく少ない労力で、たくさんの、ね、効果を出すってことが考えられる。それは本当に数学とか科学とか合理化が進んだ証だと思うんですよ。でもこの合理化が進んだことによって、効率の悪いことを人は避けていくとかね、それから自分に利益のないメリットのないこととかはやらなくなってきたみたいなこともあるのかなとか、危険なことはやらないとか、責任を問われたら嫌だから責任職に就かないとかっていうふうなところもあって、これも時代によって変わっていくのかなと思いますけども、むしろ責任職に当たられるっていうのは誇らしいことだっていうふうな感覚を持っている方もいると思うんですよね。俺が責任者だみたいなね、俺が責任を取るからやってみろみたいなね、こんな財前部長みたいなのがかっこいいとされるところもあるし、いやいやそれはね、責任問題になった時に私じゃ責任を負えないんで、ちょっと勘弁してくださいって言って、責任を取らないように取らないようにする考え方も、それも一つなんだろうなと思うんですよ。そして根性論なんですけども、私ネットビジネスをやっていてね、本当に思うんですけども、根性論の世界ですね、これ本当に。
あの昔ながらの根性論を持ってる40代50代の人の方がなんかこれ有利なんじゃないかなと思うところがあって、まあ20代前後のね若い人がポーンとね稼ぎましたみたいになったり成功しましたとか有名になったりとかっていうのはすごい羨ましいんですけども、私なんていうの実はですねサイトをコツ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 なんか1万個作ったりとか YouTube を1万個コツコツ作ったりとか、あもうそんなことばっかりなんですよね。 Facebook の記事を毎日書いたりとかね、うん、あのそのなんですかね、メールマガジンも結局記事を書くんですけども、あれもコツ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 本当根性の世界なんですよね。まあでもだからといって根性論がいいかといったらそうではなくて、投入する時間がバカでかいんですよ。で投入する時間がバカでかくて効果が出ないような、出てるか 出てないか分かんないことをずっとやるんで本当にね折れますね完全に。 FX とかもそうですけども、もうずっと負け続けてるのにやらないといけないところに支えるのは根性なんですよね。まあですので根性論がそのまんま人生を駆逐させていく場合もありますし、根性論に支えられるところもあったりとか、やっぱ効率化ですとかね、まあなんかそのフォーマットに従ってとかマニュアルに従ってみたいなのもあったりとか、今本当にいろんな考え方があって、どのルートでも成功できて、どのルートでも失敗者がいてって感じで本当に捉えにくいですよね。はい、ということでね、ピラミッド、人間ピラミッドからこんな話題がずいぶん広がっちゃいましたけども、人間ピラミッドね、今はもうね懐かしいなっていうところでございますけども、まあ我が子がね学校でまあいう風な機械体操の中で人間ピラミッドをやる時になったら、私の気持ちとしてはね一番人が嫌がるところやってほしいですね。で、俺が君臨してるみたいなところ見せてほしいなって、まさに根性論でございますけどもね。こういうなんか古い考え方の人間がいるからやっぱり世の中良くならないんですよねきっとね。はい、まあ、私も改めていこうかと思います。これからねやっぱり古い考えっていうのは本当に古いんだなと、懐かしむぐらいにしていかないと、その古い考えをね人に押し付けるようになってもね、やっぱりこう老害親父になっちゃいますからね、ちょっと気をつけていこうかと思います。今回動画の方送っていただきましてありがとうございました。もう本当にね、あの人間ピラミッドをこう振り返るだけで、なんか7、8分喋っちゃいましたね。本当になんかいいお題でした。まだまだこれからも私もね気づかないといけないことがたくさんありますんで、これからもノクさん動画の方を送ってください。それではありがとうございました。いってらっしゃい。